左サイド、まあ、拓也を起点にいい攻め、浩次郎、素晴らしい守備、浩次郎、こちら牧山、追走する浩次郎、牧山、速い、どうする、縦いった、もう一つ抜く、ルーレット失敗、これで右に牧山が開く、途中から出てきた岩崎、小刻みなステップ。これで上がったマイナスチャンスを止めといて打てるかな、飛び込んだこぼれ球狙った、もうクロスが助かった、ウィナーズ助かった、百瀬決定機、いい攻めでした実践学園。しかしピンチの後にチャンスありか、アイム勝負、カットイン、おアイムが打ってきた。でもあの横パス決められたら終わってた、そう最後もう相手の10番ああバーに、確かに奇跡フリーみたいなやつか、奇跡ですよ、奇跡のバー、映像見たけど浩次郎もうキーパーみたいなやつの浩次郎くん、だからあの初出場だったから、最初右サイドバックやったんで、一回右サイドにしても多分俺らに球際めっちゃ行ってくださいとか言われてたから、あの神浦の時にめっちゃ言ってて、入りは良かった、あれめっちゃ入りめっちゃエスライディングしてたもん、バチン言ってて、でもその後もうなんか一回ちぎられて、ね、でスライディングで俺とかが「工場サーリングや!」とか言って、ファールに止めろみたいな、ファールに止めろみたいなってファールしに行って足止めたって言ったよね、削っていいかなって優しさ出たかな中でなで行かれてて、その後あの失点しそうになったシーンもジョンテリオファーストタッチ荒らされてジョンテリオだジョンテリオだ、ちょっとあの編集者さん、あの使えたらこのシーン使ってください、浩次郎があの最後相手を手でラグビーみたいに行くシーンがある、ね、もうこうやってあれめっちゃおもろいよね、でも届かない気持ちが出てあの気持ちがあったから相手を外したかもしれないしね、 あれマッスンされるんじゃないマッスン、マッスンスライディング綺麗で、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗でも見事2枚剥がされて2枚剥がされるっていうなで、終わったと思ったらバーニーです、バーニーだって、あれカウンターし知ってる、そあそらのね、アイムのとこまで行ってたもん、ケイコが俺に出して俺から一発ロングキー、違う俺じゃないよ、俺外にも変わった、あ、ウンパウンパがバーンってやって俺に拾って、